北海道積丹半島の西側、鴨江内村の村営火葬場を見に来ました。鴨江内村にやってくるのは実は2回目です。ネットで調べても村営火葬場の存在は確認できなかったので、存在を知らず、前回は素通りしてしまったのでした。鴨江内村は平成の大合併はおろか、昭和の大合併の時にも他の自治体と合併せず、なんと明治39年から村の境界線は変わっていません。基幹産業のニシン漁の衰退により過疎化が進み、2024年5月31日時点での人口は746人と大変小規模な自治体です。そんな小さな村ですが、このように立派な火葬場があるのでした。もしかしたらもっと人口の多い地域に住んでいる方で、うちの地元の火葬場と規模が変わらないじゃないか、そう感じた方もあるかもしれません。小さな村の財政でこのような立派な火葬場を建てるのは大変だったのではないかと思いましたが、ここにその疑問を解消する答えが書いてありました。鴨江内村には原子力発電所はありませんが、原子力発電と強い関係があり、交付金が出ているようです。政治的なコメントはしませんが、火葬場建設の財源の謎は解けました。政治的ではない、いろいろと議論しても良さそうな別の疑問点をお伝えしたいと思います。この施設、村の名前の後ろに火葬場をつけただけの極めてシンプルな名前で、最初に見た看板も建物に書かれた名前もそうなっています。しかし、鴨江内村葬園という通称が条例で定められています。正式に定められた通称とは一体何でしょうか？周りから勝手にそう呼ばれているものを通称というのだろうというこれまでの観念をアグレッシブに壊しに来ています。前回訪問時は見落としていた施設を見ることができました。財源の謎は解消、通称の謎はまあ謎のままでもいいかということで、鴨江内村は離れて他の自治体の火葬場を見に行こうと思います。動画はまだ続きます。インターネットで鴨江内村に火葬場はないかと調べていたところ、村営火葬場の公式情報は見つからなかったのですが、ノーラン山のふもとにある小さな火葬場から今日は煙が出ていたというような内容が地元の方の日記風のホームページに書かれていました。ノーラン山を頼りに探したところ、本当に火葬場が存在しました。三内村火葬場と書かれています。ややこしいのですが、鴨江内村の中に大字三内村というところがあり、その地名を取って名付けられた火葬場のようです。というか、鴨江内村全体の火葬場ではなくて、大字三内村限定の集落火葬場と思わせる佇まいです。建物正面から中を覗くことはできませんでしたが、側面にはガラス窓があり、様子を知ることができました。窓から近すぎてうまく撮影できなかったのですが、真ん中に火葬炉が設置されていて、前と後ろを隔てる壁は特にない、そんなレイアウトでした。そして床には石炭が転がっていましたので、火葬に使う燃料はおそらく石炭だろうと思われます。鴨江内村は集落単位で火葬場を持っているのかもしれません。しかし、ノーラン山というヒントがあったここ以外を探すのは難しいと判断。国会図書館で住宅地図を調べるなど、しっかり予習をして再び北海道に上陸する方が得策と判断しました。住宅地図の閲覧で大きな情報を得られました。鴨江内村、大字鴨江内村に、鴨江内村火葬場という小さな建物が載っていました。またネット検索で村営の鴨江内村火葬場というのもあるらしいことが分かりました。ややこしいので整理します。大字三内村と同じような火葬場が大字鴨江内村にも存在します。また鴨江内村全体の村営火葬場が存在します。ここまで分かると一つの不安が生じます。集落管理の火葬場は遅かれ早かれ解体されるかもしれません。ということで急いでやってきました。まずは大字三内村の火葬場の様子を再び見に来ましたが、悪い予想が的中しました。
ノーラン山の見え方、街灯、階段などの特徴が前回訪問時と変わりないので、場所はここで間違いないはずです。三内村火葬場は一回見ているので仕方ないとして、今回の本命、大麻鴨居内村の火葬場は残っているのでしょうか。信州大谷派の寺院の裏の狭い谷間に沿って細長い墓地があります。その一番奥、高くなっているところに住宅地図には鴨居内村火葬場と書いてありました。登ってみましょう。一番奥に到達しましたが、建物はありませんでした。やはり手遅れでした。残念です。このコンクリートが火葬場建物の基礎なのか、完全に撤去した後に敷き直したものかは分かりませんでした。見ることは叶いませんでしたが、このような細い道の奥に火葬場があったのを地図だけでなく現地入りして確認できたのはとても感慨深いです。どこかに秘蔵されている鴨居内村火葬場の写真をいつか見られる日を気長に待つことといたしましょう。気を取り直して村営の方の鴨居内村火葬場、通称鴨居内村村営に移動しました。もしかしたら初回の鴨居内村訪問時には大和座三内村の火葬場、大和座鴨居内村の火葬場、村営の鴨居内村火葬場の3つ全てが存在していたのかもしれません。あの時くまなく探すべきだったと少し後悔がありますが、三内村火葬場を見られただけでもラッキーだったと考えた方が精神衛生上よろしいですね。ということで、鴨居内村の古い火葬場と新しい火葬場の紹介は以上となります。それではまた。